い、こんにちは、かけまるです。今日は、またまたおしるこなんですが、井村屋さんの おしるこの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、原材料名ですね、ご一緒にご覧いただきたいと思います。砂糖、こまめ、でんぷん、食塩、乳化剤、pH 調整剤、環状オリゴ糖、ということですね。あとは、カロリーの方は、1食分、1本分ですよね、の方が170キロカロリーということになります。あれ、はい、中身の方なんですけれども、井村屋さんのやつもつぶつぶちょっとあんまり朝日さんのよりもなんか少ないような感じがいたします。こちらが中身ですね。それでは味の方チェックしてみたいと思います。入れすぎ、しっぽーりとした甘さで小豆の風味がよく出ている感じで、井村屋さんの缶詰売ってるじゃないですか、あの小豆と同じような味がしますね。それをちょっと、缶の小豆をちょっと薄めたような感じ、これにそうですね、教えていただいた白玉とかお餅とか、入れるとより美味しくなるんではないでしょうか。ちょっともう一回チェックしてみます。もうちょっと小豆欲しいところですね。でも味は抜群に美味しいです。井村屋さんのおしるこですね。朝日さんの自販機で買いました。もしかしたら昔もレポートしてダブってるかもしれないんですけど、ご了承のほどお願いいたします。それでは簡単なんですが、失礼させていただき、どこやろ、伊藤園さんかな、忘れました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。